チャールズ・カフリンチャールズ・カフリンは、アメリカ合衆国のカトリック教会主催。ラジオを利用し、反共主義と反ユダヤ主義を唱えて、多くの信者と教学の資金を獲得、政界に進出したこともあった。カナダのオンタリオ州に、アイルランド出身の製パン職人の子として生まれた。トロント大学を卒業した後1916年に、司祭の資格を取得。 説教師として名声を得て、マイケル・ギャラが神父に誘われ1926年にミシガン州デトロイトに赴任。この頃のデトロイトでは教会に礼拝する信者が少なくなっていた上に、担当した地域ではカトリックの信者が少なくクークラックスクランによる焼き打ちにもあった。そこでカフリンはデトロイトの WJR 放送局からラジオによる説教を開始。 持ち前の弁説の良さに加えて、聴衆の当初に応じて、説教の題材を決めるスタイルで、たちまちのうちに多くの聴取者と献金を獲得した。1929年に世界大恐慌が起こると、時事問題をしばしば取り上げるようになり、1930年1月に CBS ラジオに出演した際、アメリカ国内には共産主義者による活発な陰謀が存在すると、 発言。これ以降反共主義と反ユダヤ主義を主張するようになり、少なからざる聴取者の抗議や CBS の制止にも、かかわらず多くの聴取者の支持を得た。1932年のアメリカ大統領選では、フランクリン・ルーズベルトを支持。1934年に、金、銀の国家管理と銀貨鋳造を提案したが、ルーズベルトはこれを拒否。さらに、 銀の大口投機家の中に、カフリンの主催する選挙団体があることを暴露したため、以後ハンルーズベルト、ハン、ニューディールに立場を転じる。11月には、社会正義全国同盟を結成、公的資源の国有化と農家の最低所得の保障を主張し、結成間もなく500万人もの加盟者を数える。1936年には、大統領選を前に、 老齢年金制定要求の中心人物だったフランシス・タウンゼントやヒューイ・ロングのもとで活動していたジェラルド・エル・ケイ・スミスと共にユニオン党を結成、銀の証券を担保に農家への融資制度を提案していたウィリアムレムケ、共和党下院議員を候補に擁立した。しかし選挙戦ではカフリンの宣伝が目立ち、加えて 公約の非現実さと、全体主義的な成功が有権者の支持を得られず、惨敗に終わる。事前の予告通り、カフリンはラジオでの説教を中止するが、一年後には、説教を再開。数軸国側に同情的な発言をして、第二次世界大戦への参戦にも反対、ニューヨークは本拠に、キリスト戦線を結成指示行動や暴力によって、反共主義、反ユダヤ主義を実践した。 真珠湾攻撃の後もカフリンは自説を曲げることがなく、1942年に政府とデトロイト大司教、エドワード・ムーニーの圧力によって中止させられるまで、カフリンのラジオ放送は続いた。その後もカフリンは説教師として活動を続け、1966年に引退した。ありがとうございます。